はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画は久しぶりにコスメの商品紹介、購入したものとかいっぱい届いてるので紹介してしたいと思います。で韓国コスメが多いんですけど、違うものもあったりとかするので気になる方はこのままご視聴ください。はい、まず最初にダフト&ドフトさんの、香り物の紹介で、最近日本に上陸したんですが、9店とかに売ってて、パッケージがねものすごくポップで可愛いんですよ。こういう感じ、なんて言うんでしょうね、なんかモダンアートっぽい感じのデザインになってて、ゲットしたのがクリームと、ハンドクリーム2個と2種類と、あとこちらのボディーパフュームミストっていうものになります。でこんな感じのデザインになってて、これが主要商品なんですけど、ボディーパフュームミストって言ってるんだけど、オードトワレに近いような感じで、香りがすごいトワレっぽく残ります。ふんわりこう残る感じですね。香水の前に使って組み合わせたりとか、お風呂上がりでも使用できる軽さなので、まあ、軽いんですけどちゃんと残る感じになってます。香水がちょっと強すぎるなっていう方とかもおすすめ、ボディーパフュームになってます。韓国ではねオリビヤングとかで発売されてるので、まあ、あの今後が楽しみなブランドの一つになってます。フランスの、ヴィーガン認定商品なんで、ヴィーガンの方もちゃんと使える香水になってます。私のこのピンクブリーズっていうものは、女の子らしい桃の感じですかね、ちょっとレモンがトップノートで、すごい甘くはなくて、ちゃんとこうとベースのホワイトムスクが大人っぽさを出してくれるので、程よい感じの可愛さと大人らしさもあるボディパフュームになってます。他にも青のソフィーソービーっていう香りは、石鹸寄りの感じで清潔感ある、まあ、万人受けしそうな感じですね。紫の、ドゥブランっていうのはベースがムスクになってて、ベルガモットとジャスミンなので、まあ、エレガントでもう少し大人っぽい感じです。で香り物って伝わりにくいと思うんですけど、ちょっとこういう感じで伝えられればと思ってます。で深緑のセージリーフっていう香りはシダーウッドベースなので、まあ爽やかめでちょっと男性寄りな感じかな。クールでキリッとしたもので、モードな服装と似合う感じの香りになってます。持ち運びもね全然重くないので、その普通の香水みたいにこうガッて重い感じではないので、すごい持ち運びしやすくなってます。ハンドクリームなんですけど、ポップでね可愛い、絵の具のチューブみたいな感じのデザインになってます。香りも香水みたいに持ちがいいので、私はここのパウダリーアンバーっていうこのギフトボックスのやつを持ち歩くのに便利だから使ってるんですけど、絵の具っぽい感じでですね、可愛いです。冬によく使うのがいいかなと思います。ハンドクリームはロフトとか9点で購入できて、ボディミストだけは9点で購入できます。詳しくはねまた全部商品概要欄に貼っておくので、そちらの方参考にしてみてください。はあ、という感じです。すごいねポップで可愛らしいブランドなので、今後もちょっと気になるブランドの一つです。韓国のコスメのブランドすごいアーティスティックで面白いよね。なんかいろんなジャンルのモードとかアートとか、まあ、エレガントだったらエレガント系のとか、すごい洗練されてて、なんかみんなセンスいいなと思って毎回買ってます。はい、次こちらです。だったらアルテシンサっていうね新しいブランドなんですけど、こちらの彫刻リップみたいなものを、彫刻っていうかなんかねすごい特徴的な形のリップなんですよ。見てください、ちょっとティントになってて、もちもねすごい良かったんですけど、見てくださいこの彫刻な感じのリップを、こう3457ですねを割ったんですけど、すごいなんか形が特徴的で、私コスメ作ってるじゃないですか、だからこうこのデザインどうやってやったのか、どれぐらいのロット数で作ったのかなっていうのはちょっと疑問に思ってるんですけど、すごいね面白いデザインで、なんか他にないリップで面白いなっていう、可愛いとかじゃなくて結構アートな、すごいモードな感じのリップになってて、でリップとしても持ちが良くて、私のお気に入りはローズデローズっていうカラーなんですけど、これがすごい綺麗ね、無難なベージュっていう感じで使いやすい色味になってると思います。でちゃんとリップティントとしても持ちが良くて、可愛らしいブランドになってると思います。でシンサはなんかソウルのシンサで誕生したビューティーブランドって書いてありますね。一人一人の本来の美しさが一つの美術作品になれるよう、視覚的なインスピレーションを通じて製品でなく作品を作ります。確かにね、地味なブランドのモーターは一つですね。でディア A っていうことで、ディア A さん のこれはいただいたんですけど、チークを4種類とアイシャドウグリッターをいただきました。すごいなんか最近のクリアパッケージで、かつ色味としてはすごいヌードなカラーというか、ふわっとした色味が多くて、そんな激しくないので、かなり日常使いしやすい色味
になってると思います。私が好きなのはこう3番とかも結構好きでしたね。割と、まあ、イエベさんブルベさんって多分ちょっと分けられてると思うんだけど、オレンジトーンとピンクトーンで、でも意外とねこのオレンジはブルベさんも使えるタイプで、元気な感じのメイクにしたい時とかは使えると思うし、今使ってるんですけど持ちもちゃんといいので綺麗なチークだなっていう印象です。クリアなねデザインがまた可愛くてお気に入りになってます。日本人の女性のスキントーンに合わせて開発された流行にとらわないシンプルな色味と繊細な発色、確かに柔らかめのポワーっとしたチークになるのでナチュラルメイクにめちゃめちゃ合うと思います。で1個1500円、ちょっと高いわけじゃないし使いやすい、チークって持ちがいいのでかなりいいかなと思います。でグリッターグリッターでねラメが細やかでヴィーガンなんだね、これも軽いし、あの割とちょっとキラキラ目指したいなっていう時にはいいグリッターだと思いますね。ラメがこうちょっとピンクも入ってて可愛いです。私が持ってるのは01番。いっぱいあるんですけど、食材かな、既にあの空洞関係で出してるブランドがあるんですけど、ウルショットっていう、韓国って結構お酒飲むじゃないですか、日本もお酒飲むと思うんだけど、やっぱ感ねかなり強いなと思ってて、私が韓国でめっちゃお酒飲んだ時に飲んだんですけど、使い酔い防止するやつみたいな結構効いて、友達なんて買いだめして帰ってたぐらいだったんで、で韓国人の友達は日本で肝臓系のもの買ってて、お互いに2回用のものを買う印象があったので、まあそれの韓国バージョンのものかな。飲み会後のしんどい体の調子を整える錠剤タイプの疲労回復剤です。1包装がねすごいこの中で小さいタイプなので、カバンとかポケットに入れて簡単に持ち運びできる、1日2回1回1錠やれるらしいですね。デウン製薬さんっていうところから出てるんですけど、韓国の三大製薬の会社出てるんで、最近公式ショップがオープンしたので使ってみてます。ダイエット用のこのジェリー、小腹が空いたら最近食べてたりしました。これぐらいの1個小さいやつなんですけど、もう最後の1個なんだけど、ニキビパッチ3種類ぐらい、すごい針をね刺すタイプのやつがあって、こちらよまだできたばかりのやつにはニキビが、緑のやつで、潰してしまったやつには青のやつで、とにかく早く治したい、そんな集中ケアにはこっちのあの針が入ってるやつの紫のやつっていうことで、アクネ菌が繁殖しないような工夫もされてるので、すごいいいニキビパッチだと思うんですけど、こちら3種類で、まだねちょっと紫の部分使ってないので、今度ね早く治したいニキビにぶっ刺してみたいと思います。これがもう箱捨てちゃったんですけど、お気に入りで、昆布茶もね出してるんですよ、そこの会社で。昆布茶ってなんか私あんまりなんかすごい美味しいイメージなかったんですけど、でアイビエルのビーガン昆布茶っていうことで、これねめっちゃ美味しくて、昆布茶ってあの緑茶とか紅茶を発酵させた飲み物なんですけど、なんかこれは炭酸感がすごいあって、入れたらこうシュワーってなるんです。水もね水で私だいたい1日 1.5 リットルぐらい飲もうとしてるんだけど、だんだんちょっと飽きてくるので、1回はねこの昆布茶を入れて飲んでます。で私はリンゴとピーチ味があるんですけど、パイナップルは試してなくて、ピーチ味の方が美味しかったです。私はピーチ味が好き。シンシェルパーフェクトショットっていうものでですね、こうなんか勉強とかしたりとか疲れてたりとかした時に飲むビタミンのショットみたいな、ここにね錠剤が入ってて、でこれを飲むんだよ。ちょっと甘くて別に苦くも何もないから全然飲めるし、ビタミン B2 ビタミン B6 ビタミン12、ナイアシンとかなので、かなりこう元気も出るし、かつあのお肌の調子とかも違いないタイプ の栄養補給系のねドリンクになってます。面白いですよね。Aシャの新作のカラコンなんですけど、ちょっと着色直径がね割と大きめで、あの薄めの発色、大きいのを使わない人は多分かなりこう派手になっちゃうと思うんですけど、私みたいに三白眼の人とかは可愛らしいカラコンだなと思って、ブラウンしか使ってないんですけど、あとグレーともうちょっと明るいブラウンがあるんだと思うんだけど、結構ね明るめの発色するので、割と派手なメイクの時に使いたいなという印象です。 &B ですね、こんだけあります。リップが3本とコンシーラーとアイライナーと VA クリームっていうあのスキンケアのクリームですね。コンシーラーは使ってみたんですけど、コンシーラーねなんか色はいいんですけど、ちょっと崩れ方がちょっと微妙かなっていうのが印象で、ちょっとごめんなさいね、あのちょっとはっきり言ってしまって、このレチノールクリームがめっちゃ良くて、ロフトとかで売ってるタイプ あのコスメで、あんまり強いものってなくて、あのレチノール反応出るタイプだから、あの割とねしっかりしてるタイプのレチノールクリームだと思います。私別のレチノールも使ってるので、これとこれあの組み合わせて使ってます。こっちの方が結構ね激しいタイプなのかな、体感はそんな感じがしました。エイジングしてる方とかおすすめのクリームになってます。あとアイライナーとリップ3色です。ちょっとなんかケースシャネルっぽい感じですね。であとこちら、これもね最近人気ですよね、なんかどこのだ、アディクトデパルファムっていう、油と多分水分が2層になってるタイプの香水ですね。香水にしてはかなり優しめの、こう振って使うんですけど優しめの香り、なんか
はあ、ほんわかしたマジフレッシュな取れたて桃な感じの匂いが、まあ、寝る前とかにも使える重さなので、ちょっと疲れたからピーチの香り塗ろうみたいな、こう女の子らしい時にはいい香水だなという印象です。あとこちら、これねまだねちょっと解明しきれてないんだけど、ペルネルの油分を多分抑えるタイプのクッションパウダーみたいなこう入ってて、これをこうやって押すと油分がね控えめになるみたいな、こんな感じマットな感じになるのね。もうちょっとマットになったでしょ。私乾燥肌だからあんまりこうここの鼻周りしか使ってないんだけど、でも面白いなと思って、しかも持ち運びしやすい適度なこの大きさ、油性肌の方とかはおすすめの商品になってます。オングディエンツフレッシュスージングクリーム、あの保湿のクリームなんですけど、中にこうプツプツっとした感じで弾けるタイプの粒が入ってて、保湿してくれるタイプのものになります。でナイアシンアミドが結構多く入ってるものかな、だからこう塗ったらこうテラランってなるので、まあ、冬とかこれから乾燥するので、ナイアシンアミド系列の化粧品使ってる方は揃えて使ってもいいかなと思います。シピシピということで、フクレナちゃんが作ってるブランドになりますよね。で最近あのクッションフォンデとリップティントのグロスとか新しく出てて、ローンチパーティーに行ったのでたくさん提供いただいたんですけど、クッションファンデこれ3種類出てて、私は2番のを使ってるんですけど、これなんか友達も使ったって言ってて、セミマットな感じかな、セミマットで書いてある、そうセミマットで、こうあのそんなにめちゃめちゃツヤがあるわけじゃないんだけど、ちゃんとカバーもしてくれて、かつ崩れ方も割と綺麗なので、ハイカバーのが好きな方と長時間どっか出かけないといけない方とかはおすすめのクッションファンデになってます。でアイシャドウも2個あってこんな感じ、やっぱブルベさんとイエベさんでこう2種類出してきてるの。これエスポアとコラボしてるアイシャドウなので、韓国のねアイシャドウのクオリティと似てると思います、はい、でちゃんとラメもめっちゃ綺麗なタイプで、すごい濃くもなく薄くもないカラーバリエーションになってるの でちゃんと多分チークのカラーがねここに入ってるから、まあ1個で割とメイクをあの完結させるタイプのパレットになってると思います。シェーディングの部分はない気がするんですけど、あのだいぶねチークとアイシャドウだけでいいタイプの方はこれで1個で済むと思います。こちらシピシピのねリップですね、1本出てる、多分ねブルベさん3本イエベさん3本ぐらいで出してる、あまりこうオレンジピンクっていう感じじゃなくて、どっちかヌーディーなタイプの、ティントの色になってると思います。で匂いもちょっとチェリーっぽい感じでキャンディーな感じ、こっちもいいし、色味がかなり絶妙な秋テイストの色味になってると思います。2番とか5番が好きでした。でお気に入りなのがこちらのリップグロスになってて、これプランピングが入ってるんですけど、すごい可愛らしいね、なんかキャンディーっぽい色味で、ピンクよく使ってるんだけど、なんかプランパースがってくるタイプ嫌いっていう方でも使える、程よいプランパー持ち運びにもいいのでよく使っております。アットコスメで購入したのがこれで、これ気になってて、自分の会社でフェイスパック作ろうかなと思ってて、ちょっと市場調査に行ったんですけど、ルルンの中では高価格帯の2640円ぐらいなんだけど、ハイドラ EX マスクっていう エクソームっていう最近あの注目されてる成分なんですけど、こう面白そうだね、なんかルルルンにしてはかなりちょっと高級志向な感じ、使ってみてます。はい、5分10分、このケースのタイプいいなと思って作ろうかなと思ってるんですけど、ほんとこうねこれすごい調子いい、もう毎日使ってるんだけど肌の調子めっちゃ良くて、保湿すごいされる感じがするのでおすすめのフェイスマスクです。エクソームいいなっていう、最近購入したこのラッシュのスノーフェアリーっていうボディーソープなんですけど、これね確か9月の終わりぐらいから多分11月終わりか12月最初ぐらいまでの限定の香りなんですよ。でこれがねうち毎年すごい好きで、本当にすごい甘いんだけど、甘綿あめみたいな匂いなのね、すっごいキャンディーなので、これ一回使うとなんかもう風呂場が全てキャンディーの香りになるんだけど、割と好きなので今年購入しました、はい、で下にラメが入ってて、まあ、ラメあんまりあの別に体についたからってすごいラメラメするわけじゃないんだけど、気持ち可愛い香りなのですごい好きで、あのボディーソープなくなったので購入しました。こちらはねダブクリーミースクラブマカデミアドライスミルクっていうことで、ピンク色のボディースクラブ使ってたんだけど、それが切れちゃってすごい好きだったんだけど、匂いないからさ、なんか匂いあるの試してみたいなと思ってこのダブの購入したんだけど、もうねっちやろう懐かしい匂いするこれ、アメリカっていう
感じの匂い、甘いバニラの感じの匂いで、なんかちょっとねスクラブなんだけど柔らかいこうフラッフィーな生クリームっぽい感じのテクスチャーなので、あんまりゴリゴリするの好きじゃない方はいいかなと思う。甘い、本当にこのターゲットでよく嗅いだ香りですね。これアメリカの香りが好きな方超おすすめです。ハッチの日焼け止めミルクと洗顔のあの石鹸、日焼け止めミルクと石鹸になります。で日焼け止めミルクね使ったんだけど、なんか日焼け止めミルクと思えない香りがして、そういい匂いがします。でかなりねピタッとつくタイプの日焼け止めで、夏は結構使っておりました。ありがとうございます。でこっちのソープはもうめっちゃ使ってないの、 もったいなくてなんか 使わなくて、蜂蜜石鹸、蜂蜜のめっちゃいい匂いします。はい、なんでこうちょっとまだ使えてないんで感想はちょっと後ほどっていう感じなんですけど、まあハッチの紹介になりました。はい、であと最後にイブサンローランかな、イブサンローランのリップ2種でございます。イベントごとに喜ばしいことに招待させていただいて、その時にこうあの色味決めたんですけど、ベルベットクリームリップスティックの216番で、これがねすごいね特徴的な秋っぽい色味で深い、まあでもどっちかというとイエベさん寄りかなっていう感じありました。でもあんまりあのマットリップのこの色持ってなかったので、こちらとこのタイプのリップスティックの1971っていうカラーなんだけど、これがねすごい綺麗で、ボルドーカラーっていうのかな、渋いちょっと赤めな感じなんだけど、若干ブラウン混じっててかなりセクシーな色味になってるので、まあ、夜遊びするときにすごいいい色味ですね。日中だと結構ガッときちゃうので秋冬のカラーっていう感じかな。はい、そんな感じです。でこれでね秋のおすすめの紹介終わりたいと思います。かなり香り物も多かったしリップも多かったと思うんですけど、でまた使ってほしいコスメとかおすすめのコスメとかあればもちろん下の方にコメントしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイ。